オスカル・ワシントン・タバレス・シルバは、ウルグアイの首都モンテビデオ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。2006年からウルグアイ代表の監督を務めている。かつて小学校で教師をしていたことから、マエストロの愛称で親しまれている。チェゲワラの教えの信奉者であると公言しており、タバレスの娘の名前は、 ゲバラの最後の配偶者の名前に由来している。彼は、ギランバレー症候群と診断されており、2018、フィーファワールドカップの際には杖を用いた。スドアメリカ、スポルティーボイタリアの、モンテビデオアンダラーズ、フェニックス、プエブラ、ベジャビスタで、計12年間プレーし、32歳で、現役引退した。現役引退から1年後の1980年。 ベジャビスタの監督に就任した。翌年には U-20 ウルグアイ代表監督に就任し、その後は母国ダヌービオ FC やモンテビデオアンダラーズ FC などの監督を務めた。1987年にはペニャロール監督に就任し、同年のコパリベルタドーレス1987では決勝でアメリカで狩りを破って優勝した。 1988年にはウルグアイ代表監督に就任し、イタリアで開催された 1990FIFA ワールドカップではウルグアイを決勝トーナメントに導いた。決勝トーナメント1回戦で開催国イタリアに敗れた。1991年にはアルゼンチンのボカジュニアーズ監督に就任し、アペルトゥーラ1992でプリメイラディビシオンを制した。 1994年にはイタリアに渡り、セリエへのカリアリ監督に就任した。1994から95シーズンに、カリアリをリーグ戦9位に導くと、AC ミランの監督に抜擢されたが、スーペルコッパイタリアーナではフィオレンティーナに敗れた。サンシーロで行われたリーグ戦でピアチェンツァに敗れて、ジュニーを11位に落としたことで解任され、アリゴサッキ監督と交代した。 1997年には、スペインのレアル・オビエド監督に就任したが、1997から98シーズンは、残留争いに巻き込まれ、ラスパルマスとの昇降各プレイオフに2試合合計、4から3で勝利して、カロージテ・プリメイラ・ディビシオン残留を決めた。その後は再びセリエ A のカリアリ監督に就任したが、4試合で1分3敗と1勝も、できずに解任された。 南米大陸に戻り、アルゼンチンのベレス・サルスフィエルドとボカ・ジュニアーズで、計2年間式を取った後、2002年から2006年まで、指導者としての職を離れた。2度目のウルグアイ代表2006年夏、2006FIFA ワールドカップ本大会出場を逃したウルグアイ、代表監督に就任した。ベネズエラで開催されたコパアメリカ2007が、 初めての主要国際大会となり、ウルグアイは4位となった。2010FIFA フフワールドカップ、南米予選では6勝6分6敗の勝ち点24で5位となり、北、中米カリブ海予選で4位となったコスタリカとの大陸間プレーオフに回ったが、2000、合計2から1で勝利して、本大会出場権を得た。南アフリカで開催された 2010FIFA フフ。 ワールドカップ本大会では開催国の南アフリカ、フランス、メキシコと同組となった。初戦のフランス戦では、守備的な戦術を採用し、スコアレスドローに終わったが、2戦目の南アフリカ戦は3の0で解消し、グループ首位で迎えた最終戦のメキシコ戦はカウンターからの得点で、1から0と勝利した。3試合を無失点に抑えて、勝ち点7を上げ、 1990FIFA ワールドカップ以来となる決勝トーナメント進出を果たした。決勝トーナメント1回戦では韓国2の1で勝利し、準々決勝では PK 戦の末にガーナに勝利した。5試合で2手にしか許さない剣士を武器に40年ぶりに準決勝に到達したが、準決勝ではオランダ2-2-3で敗れて3位、決定戦に回った。 3位決定戦は 1970FIFA ワールドカップと同じ顔合わせとなり、ドイツに2-3で敗れて4位となった。2011年1月には南米年間最優秀監督賞を受賞した。同年にアルゼンチンで開催されたコパアメリカ2011では、ウルグアイを史上最多15回目の優勝に導いた。優勝が決まるまでに3勝3分と厳しい戦いが、 続いたが、6試合で3失点しか許さなかった。同年の FIFA バロンドールでは、世界最優秀監督賞にノミネートされ、7.47%の得票を得て5位に選出された。クラブ代表個人、ありがとうございます。